相馬都市種は江戸時代前期の大名。相馬吉種の長男。道の草相馬中村藩書大藩主。署名は三種、後三種、李種。性質は芦名義弘の娘、江戸崎御前。江戸崎御前の没後は徳川秀忠幼女を性質として迎えた。子には相馬吉種、娘などがいる。はじめ父、吉種が佐竹義信と共に、 石田三成と親密な関係であったため、三種と名乗った。慶長元年、十五位下、大善助に助任。慶長五年、関ヶ原の戦いでは、父の吉種が佐竹家と共に中立を決め込んだため、徳川家康によって所領を没収され、海役の危機に立たされた。この時秋田に転校された佐竹義信から所領を裾分けするという誘いを受け、吉種は、 秋田に移るもやむを得ずという結論に達したが、三種は、吉種の前に進み出て、自分は、尊侶の他にありたてまつる。当家代々将軍に故称し、今帰還をしのげがんとて、佐竹の旗本になり、名字を汚さんはさらに千なし。自ら江戸へ出布し、両大君の五年を沈め、将軍の御宅にも預かり、旗元に名字を残すにおいては本も、左くば、 家を滅する家財家を受けくべしと訴えた。吉種はこの案を採用し、三種は石田三成由来の三の字を改め、三種と名前を変え、わずかの家臣を伴い、直訴のため自ら江戸に赴いた。抜閣に取り入る縁故は全くなかったが、吉種の救援を頼りに、大見旗本の島田主月宮を頼り、本田正信の取りなしを得ることに成功した。家康。 秀忠へのま信の説得もあり、みつは所領を安堵された。反感府によれば、この時総負けの急敵でもあった、だて政宗の取りなしもあったというが、同社の成立は百年後のことであり、これについては間違った情報であるという説もある。慶長六年、正室である、足し義よの娘江戸先御前が亡くなると、慶長七年十二月に、徳川秀忠の養女という形式で、 旗元の岡田元次の次女を消出に迎えた。三津種は、将軍の代理として、婚礼の席に赴いた、幕府の実力者の土井都勝に頼み、土井家の通技、座、李の返記をもらって李種と名を改めた。12月18日、14下に少女し大善の助女元、慶長16年、居城を小高城から相馬中村城へ移した。 慶長二十年の大阪夏の陣では、徳川秀忠軍の先鋒として奮戦している。その後は、中村の城下町を京のような五番の目のような町に改造したり、家臣に陶芸を学ばせて相馬駒焼きの基礎を作り出すなど、政治的に優れた名君ぶりを発揮した。寛永二年九月十日、父に先立って四十五歳で死去した。墓地は、 福島県南相馬市の道慶寺にある、ありがとうございます。